続きまして江藤和真先生より研究シーズ窒素包装コトープ技術を用いた低コストかつ安定な低抵抗シリコンカーバイト単結晶成長技術についてご紹介いただきます。江藤先生は産業技術総合研究所先進パワーエレクトロニクス研究センターウェーハープロセスチームの研究員をされています。結晶成長、結晶評価やシリコンカーバイトといった分野を主な研究領域とされています。それでは江藤先生、よろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。共有したらいいですかね。はい、お願いいたします。はい、今見えております。で今プレゼンテーションモードで映ってますでしょうか。はい、見えております。じゃあそれでは始めます。ご紹介ありがとうございます。産業技術総合研究所の先進パワーエレクトロニクス研究センターの江藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。今回はまあご紹介いただいたこちらのタイトルで の研究シーズ紹介をさせていただきます。まずは私自身のことをもう少し自分で簡単に自己紹介させていただきますと、まあ産総研で働く前にはトポロジカル絶縁体という物性物理な分野の結晶成長と評価を行っていまして、その後は産総研にてシリコンカーバイド SIC の結晶成長に携わってきていまして、その内容としてはここに記載したような内容に取り組んでいます。学生の時も含めて私の研究テーマでは自らものを作るところも含めて機能性材料の研究開発に興味を持って取り組んできています。ここからは本題の研究に関して説明させていただきますが、まずは簡単にパワーエレクトロニクスという言葉が先ほどでもあったかもしれないけど説明いたします。パワーエレクトロニクスとは電力の変換や制御に関する技術全般のことを示す言葉でして、ここで示しているような発電や送電の時、また電気の使用の際に関わる技術です。それらの電力変換や制御の際には電力損失が発生しており、パワーエレ技術が向上することにより様々な部分での省エネ化が期待されます。そのパワーエレ技術の近年の発展に大きく関わっているのがパワーエレの次世代材料です。半導体材料としてはシリコンが幅広く使われていますが、大電流高電圧に関わるパワーエレ材料としてはシリコンよりもバンドギャップが大きいワイドバンドギャップ半導体として SiC やガリウムナイトライトなどの材料が注目されており、現在ではそれらを用いたデバイスが多く開発されています。ここで示すように例えばシリコンから SiC に半導体材料が変わることで同じようなデバイス構造でもシリコンの10倍の耐圧が可能になり、パワーデバイスの高性能化、高耐圧化、小型化などが可能になります。その一方で、シリコンと比べて SiC は結晶成長も難しく、大口径化や欠陥制御、低コストか、そして電動との制御など、シリコンと同等レベルの技術を目指して技術開発が現在も行われています。本研究では特にその SiC の電動度をさらに小さくできるような技術開発でさらなる SiC デバイスの高性能化を狙っています。SiC の作り方なんですけど、このスライドで示した消化法という手法でバルクの単結晶成長を行い、その結晶を加工してウェーハー化するというのが現在の主な量産手法です。黒鉛るつぼを電気炉で加熱して SiC 原料を単結晶に消化させて大きな結晶まで成長させるという手法でして、私の研究ではこの消化法成長の研究開発を行っています。本研究シーズは従来の SIC よりも低抵抗な SIC の開発研究になりますが、これまで以前の研究内容に関してこのスライドで説明いたします。SIC でよく使われるのは N 型の半導体でして、低抵抗な結晶 L には SIC 成長の時に窒素をたくさん導布する必要があります。しかし窒素導布量が多すぎると積層欠陥というデバイスに大きく悪影響を与える種類の欠陥が生じやすくなることが知られており、市販の SIC ウェハーではほどほどの窒素導布な条件で作成されています。
それに対して3層圏でのこれまでの研究で窒素と同時に酵素をドープさせる子ドープ成長で窒素を多くドープしても脊層血管の発生を抑えられることが分かってきました。この子ドープ成長で市販と比べて抵抗率が低くても脊層血管なくウエハを作成できています。ただこれまでの技術では成長前での原料前処理工程が必要であったりと通常の SIC 成長と比べるとやや複雑な工程が必要でした。そこで本シーズ研究では通常の SIC 成長よりも簡便な成長手法を適用しつつ低抵抗な SIC 成長技術の開発を狙いました。本研究で取り組んでいる手法の概要を示しますと窒素を多めにドープする成長があるので、成長に使うガスももう窒素だけにしてしまってかつ原料の前処理もいらないようなプロセスでの低抵抗成長ができるかどうかを検討しているというところです。本研究での取り組みで、そのような従来よりもシンプルな条件でも血管を減らしての成長できるような手法を見出せているようなところです。こちらの手法は実際にその結晶を評価したものですが、いろいろと血管が存在する場合はこの右側に示しているような X 線トポグラフィーゾーンになるんですが、それに対して比較的血管が少なくできるような成長手法を見出しているところです。まだ本手法は検証中のところではあるんですが、TED と呼ばれる貫通転移は市販ウエハーよりも増えてしまうような状況ですが、デバイス作成により悪影響があると思われている TSD と呼ばれる貫通転移は市販ウエハーよりも少なくできるようなかつ低抵抗な成長が実現できているのではないかというところが、そこまで検証を進めているようなところです。このような手法で得られた SIC ウエハーが実際にデバイス作成に応用可能して問題がないかどうかと検証を進めていきつつ本手法をさらに改善していくことでこの授業でやっています。最後にこのスライドで低抵抗 SIC ウエハーが実現した場合のメリットを改めて説明したいと思います。縦型のパワーデバイスでは基板にも電流が流れるので基板部分ウエハーの抵抗率が下がるとその分だけ全体の温抵抗が下がることになります。パワーデバイスではできるだけこの温抵抗を下げる必要があるので実際のプロセスでは途中でこの基板側を薄く削ったりとして温抵抗を下げているのですが、ウエハー自体が低抵抗になった場合はそのようなウエハーを薄くするような工程を省くことが可能かもしれません。低抵抗な SIC のウエハーを普及することができることでパワーデバイスの高性能化やコストの削減ができるのではないかと思っています。課題としては低抵抗 SIC ウエハーを実際にウエハー化しているようなデバイス施策での検証がまだ簡単な構造で数回試した程度ですので、窒素酵素をコドープした SIC ウエハーでのデバイス施策データが揃っていないというところです。低抵抗の結晶成長自体は開発できつつあるので今後の展望としては現段階での技術の検証と整理を進めつつ、大口径化に対応した成長技術の検証とデバイス施策の実施策を積んでいって、低抵抗な SIC 技術を広めていきたいなというふうに思っているところです。以上で私の研究紹介終わります。今回の紹介は結晶成長中心なところの内容なんでしたが、ご質問などは SIC 全般や関連することに関してでも答えられる範囲でお答えしますので、ご興味ある方はぜひお知らせください。ご清聴ありがとうございました。